はい、どうも、ケタです。今回はね、これ、ジョイント深ベイト、ノタノタ、で、青天井。メーカーは、ノリーズ、ハイドアップ、で、ティムコです。はい。まあ、これね、まあ、この手のルアーが流行ったのは、まあ、深ベイトの影響ですね。間違いなく。で、まあ、だから、このブレード系の、丸い波紋ができる、表層系のルアーの、まあ、元祖と言ったら他にもあるんですよ。フカベイトがオリジナルではないんですよ。もっと元祖はあるんですけど、まあ流行った、みんなが知ってる流行ったこれ系のルアーの元祖といえば多分ジョイントフカベイトになるかなと思うんですよね。で、まあこいつはもうすごいよく釣れます。まあ僕ね、動画出したしめちゃくちゃまあ釣ってると思うんで、釣れるっていうのは理解してもらえるかなと。こうゆっくりただ巻くだけでブレードがクルンクルンクルンってなって、ボディが揺れて、よう分からへん波紋が出るんですよ。はい。丸い波紋が出るんですよね。ちょっと虫っぽい波紋が。では、それがバスを誘って、まあ、すごいね、沖に浮いてるナーバスなバスとかね、もうなんか、他のルアーじゃ口使わせられへんやろ、あいつっていう魚が、ふーっとってきてパクってくるんですよ。で、まあ、僕めっちゃ釣りました。はい。めっちゃ大好きなルアーです。大好きなトップオーダープラグです。で、まあ、その次にね、まあ、これの、パクリじゃない、もうパクリとは言わんへんかな、もう普通に。もうこのブレード系ルアーの次に出たのが、はい、ティムコの青天井ってやつ。これね、小さいです。小さいけどブレードがバカでかいです。ブレードのサイズね、フカベイトよりもでかいです。ワンサイズでかい。フカベイトがこれ5かな。そしたらこれ多分6かな。はい、かなりでかいブレードがついてます。で、これね、正直僕期待してたんですよ。はい、すごい期待しました。で、最近ね、サイトにも持って行って使ってるんですけど、なんか、めっちゃスローに引けるっていう、歌い文句があったんですけど、使ってみたところ、フカベイトより、ゆっくり巻けないんですよ。いや、まあ、巻けるっちゃ巻けるんですけど、なんていうのかな。魚呼ぶ力がないです。やっぱりね、ボディが小さいんで、魚を遠くから引っ張る力がないんですよ。ブレードはでかいけど。ブレードのパワーは強いんやけど、ボディ自体が小さいんで、やっぱりね、気づいてもらいにくい。で、これはもう実際にちゃんとバスで確かめました。その浮いてるバスに対して青天井投げたけど全然寄ってけへんかった。で、その同じところにジョイントフカベイト投げたらめちゃくちゃ反応した。はい。っていうのがあったんで、間違いなくこいつは魚の呼ぶ力がジョイントフカベイトより弱いと。まあまあサイズが小さいんで当たり前なんですけど、あと反応がね、良くない。これきっぱり言います。良くないです。いや、ちょっとね、ティムコのルアー結構僕好きです。まあ僕好きで、とかプロップペッパーがすごい好きで。で、ちょっと期待してたんですけど、いや、これはちょっとなんかいまいちでしたね。めちゃくちゃいいとは言えないです。正直ね。うん。なんか張り付いてる位置とかすごいいいんで、正直食ってきたらフッキング率はいいんじゃないかなと思うんですよ。ただ、反応が悪いです。むちゃくちゃ悪い。まあフィールドにもよるんかもしれへんけど、僕が行ってるフィールド、僕が狙ってる魚に対しては、フカベイトの方が圧倒的に反応が良かったです。で、使い勝手がそんなに良くない、これは。ちょっとね、これは正直微妙かなと思います。はい。もうこれやったら絶対こっちの方がね、扱いやすいです。誰にでも扱いやすいと思います。投げて巻くだけ。まあ、お天井も投げて巻くだけやと思うんですけど、正直僕は好みではなかったですね、これは。で、飛距離はね、小粒でよく飛ぶんですよ。まあ、ブレードでかいし、ちょっと空気抵抗すごいんですけど、後ろに重りがついてて、まあ、ここはすごい考えられてるなと。投げやすいです。すごい投げやすくてよく飛びます。ただ、この手のルアーね、めっちゃ飛ばして使うルアーではないかなと正直僕は思ってて、正直基本的にはサイドフィッシングで使う。で、最初の頃はね、このフカベイトね、バスの近くに投げても反応したんですけど、最近ね、やっぱ去年とかフカベイト爆発的に人気出て、めちゃくちゃみんな使っとったんで、バスの近くに投げると逃げるんですよ、まずは。で、逃げられたら結構ね、寄ってきづらいんで、最近は割とね、バスが気づくか気づかへんかギリギリのラインに投げて誘うんですよね。なので、ちょっとこいつはね、気づいてもらわれへんというデメリットがあるんで、微妙でした。で、このハイドアップのノタノタね、これ最近発売されたもので、これはね、特徴的なのが横にちっちゃいブレードがいっぱいついてて、まあ、これは多分正直飾りかな。これでバスを誘うっていうのはほとんどないかなと思います。で、ジョイントの位置がね、フカベイトとは違って、前に短いです。で、これはね、どういうことかというと、シェイク巻きをシェイクしながら、
巻いた時に動きがいいとか、多分そういう系だったと思います。ちゃんと読んでないんですけど。はい。で、ブレードはね、ちょっと特徴的な、この特注のブレードがついてるみたいで、こっちか。ちょっと、あ、回ってるわ、これ。ヒートンが回って持ってる。こっちやな。はい。このなんかね、でっかいウィローのブレードを曲げてる。こうやってね、リーフブレードっていうのかな、をこう曲げて作ってるブレードで、かなりゆっくり曲げます。これね、かなりゆっくり動きます。正直深ベイトよりゆっくり曲げるんちゃうかな。まあこれもね、歌い文句は、あの発売されてるルアーの中で一番ゆっくり弾けるトップみたいな感じで言うてるんですけど、実際マジでめちゃくちゃゆっくり曲げます。このブレードの効果やと思います。おそらく。だからこれは正直めっちゃ良かったというかいいですね。使ってて。で実際ね、まだこれ使った兆候が1回なんですけど、先日ね、50アップ2匹食ってきて、まあどっちも乗らなかったんですけど、反応はめちゃくちゃいいです。はい。なんで、これは、うん、正直めっちゃいいなと思いました。とにかくほんまにゆっくり負ける。この後のルアーはゆっくり負けるかどうかがやっぱ決め手のところもあるんで、で基本的にサイトで使うんでね、とにかくゆっくり巻きたい。これ分かるかな？分かるかな？これもうほぼ止めてるだけでもしっかり首振ってブレード揺れてるんですよ。でサイドについてるブレードも割とね揺れてる。ゴミついた。むちゃくちゃゆっくり動くんですよね。かなりほんまのた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 って感じですね、これは。で次ジョイント深ベイトね、あこれもゆっくり巻けます。かなりゆっくり巻けます。ほら正直大差ない、ノタノタと全然大差がない。むちゃくちゃゆっくり巻けます。でブレードはこっちの方が揺れてるんですよ。これなんでやろな、水ブレついてるからかな。ほらめちゃくちゃゆっくり巻けます。ほとんど巻いてないですけど、ブレードはしっかり動いてる。ただね、ノタノタとの違いが一つあって、波紋がちょっとこっちの方がね、そのめっちゃスローに巻いた時、ブレードだけ揺れてる感じ、波紋が出てないんですよ。そこはちょっと違うなと思った点で、もう一回ノタノタいきますね。こいつね、ギミックが多いからか分からへんけど、めちゃくちゃゆっくり巻いてる時も、波紋出てるんですよ。まあまあな波紋が出てるんですよ。うん、めっちゃまあまあね、複雑な波紋が出てて、そのスロー特化っていう面で言うと、深ベイトとノタノタほぼほぼ同等なんですけど、こっちの方がゆっくり弾いた時に波紋が出てる。これが別にバスにとってどう違うのかは分からないですけど、で問題のね、青天井なんですけど、まあ、スロット好きなんかな、これ作った人。はい、ゆっくりだと動いてません。これ映ってるかな、ノタノタと深ベイトが動くスピード全く動いてないんですよ。ただゴミが水面を走ってる感じです。はいはい、はい、ゴミですね。これもうこれはもうこうゴミですね。これゴミって言ってもいいと思います。はい、ゴミが通過してます。今完全にゴミが通過しました。はい、でどのスピードから動くかというと、一回動けば結構スローにも動くんですけど、このスピードはやっぱ動かへんと。ノタノタと深ベイトがギリギリ動いたスピードよりも結構速く動かしても動きません。はい、今は画面がゴミが横切ってます。このスピードでようやく動きます。動くけど動きは微妙ですね。決していいとは言えないですね、この動きは。はい、波紋も良くないし、ちょっとこのシンカーがついてることによって後方重心になってるせいで、ちょっと良くない動きが出てますね。シンカーを取ったんですけど、はい、後ろのシンカー取ります。そうすると浮き姿勢は水平になるんですよ。で取ったらね、あのついてる時よりはスローに動くんですよ。ただなんやろな、
微妙ですね。まあ取った時よりスローに動くけど、深ベイトとノザタナタと比べた時に全く動かへん。あのスピードでは全く動かないですよ。もうほんまに深ベイト、まあまあ流行る前から僕使ったじゃないですか。使った身として一つ言うと、いかにゆっくり弾けるかがやっぱ重要なんですよね。跳ね物もそうやけど、深ベイト とにかくねゆっくり巻けるかが重要なんですけど、こいつね、はい、動かないですっていうので、もうこいつはね正直僕は使うことはないです。はい、一生使わないです。はい、はい、ダメです。僕はね好きじゃないです。もうジョイント深ベイトとノタノタがまあこれからのメインになるんじゃないかなと思いますっていう感じ。まあこれもね多分気になった方おると思うんで、ちょっとレビュー撮ってみました。はい、っていう感じで、でこのノタノタと深ベイトどっちがいいんですかっていうコメントは答えれません。どっちがいいか分かりません。はい、どっちもいいですっていう感じですかね。じゃあ、このねブレードケールワーのレビュー終わります。